メグズ郡はアメリカ合衆国テネシー州の中央部東に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は1万1753人であり、2000年の1万1086人から6.0%増加した。郡庁所在地はリケーター町であり、同郡で人口最大の町でもある。メグズ郡となった地域は1819年まで。 チェロキー族の領土だった。1807年にはすでに白人開拓者が、霊軍からテネシー川を渡す渡し船を運航していた。軍名の元になったリターン・ジェイ・メグズ大佐が1817年まで、川向こうの霊軍で、インディアン代理人を務めていたが、この年に、東のメグズ軍となった地域に移った。1819年、ハイワシー条約によって、当初は、 例軍の一部として土地が白人開拓者に解放された。1985年、メグズ軍家庭コミュニティ教育クラブが州のプロジェクトであるホームカミング1986のためにメグズ軍の初期歴史を記念する大きなキルト制作を始めた。このキルトにはメグズ軍初期を代表する14の場所の絵を描いている。キルトの中央には 様々な場所を示す地域の地図が描かれており、家庭コミュニティ教育クラブの指導者を長く務めたフロッシー・ベネットが制作した。テンマイル、ピークランド、コンコード、グッドフィールド、ディケーターの街を代表する委員が、このキルトにどの場所を描くかを決めた。選ばれた場所は、エリシャ・シャープ邸・スチュワート邸・ RH ・ジョンソンの旧社、マウント・ザイオン教会と墓地、 ジーグラーの製粉書、ワシントン渡し、ピサ協会、昔の単育館、昔のメグズ郡庁舎、昔のボランティア電気共同組合ビル、アシュレーテー、サムイーブズの店だった。ネルジャネット・フィールズワースが、ヒア・フォードの牛の絵も入れるべきと主張した。メグズ郡は、肉牛で知られているからだった。このキルトは、マクミン郡生きている遺産博物館のキルト賞で、 最良のオリジナルデザインと称された。このキルトはメグズディケーター公共図書館で展示され、2010年にはディケーターのメグズ軍歴史博物館に飾られた。ディケーターのスミスアベニューにある新しい建物はメグズ軍歴史博物館の収集品を収容するために建設された。2002年7月に開館された。メグズ軍歴史博物館には軍や 家庭の多くの記録が収められている。高級展示物として、1930年代のリケーターのメインストリートを描いた壁画がある。この壁画は、テネシー州芸術委員会とベック、カスタマーシェア計画からの認証で資金手当てされ、地元の画家ビルマクドナルドが制作した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は217平方マイルであり、 このうち陸地195平方マイル、水域は22平方マイルで、水域率は10.11%である。軍内の目立つ地形は、テネシー川であり、軍の西側境界になっている。ワッツバーダムがこの川のメグズ郡と、レーン軍の間にあり、人工湖のワッツバー湖を形成している。この湖は、ノックスビル市の西にある上流のフォートラウドンダムまで、伸びている。 ワッツバーダムの下流は、チカマウガ湖となり、チャタヌーガ市にある下流のチカマウガダムまで伸びている。ハイワシー側の河口は、メグズ群南西部にあり、メグズ、レイ、ハミルトン各軍の境界が合う点に近い。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。